データセンター構内配線は単一または複数のビルからなる構内の通信配線基盤であり標準化された各種構成要素からなる。構内配線は以下の6つのサブシステムに分けられる。構内配線設計と実装はいくつかの標準規格に従ってなされる。これら標準規格はデータセンター、オフィス、集合住宅などでのデータ及び音声通信の 配線を扱うもので、カテゴリー5ケーブル、カテゴリー6ケーブル、モジュラーコネクタなどを使用する。これら標準には、中心となるパッチパネルと通信アウトレットの間で、スター型の配線をどのように形成するかが定義され、そこから各接続がどのように使われるのかが正確に決定される。各通信アウトレットは、データネットワークスイッチに接続されるか、パッチパネル経由で、 校内交換機の電話回線網に接続して音声通信を可能とする。データポートとして接続される線としては通常のパッチケーブルが使われ、もう一方の端はコンピュータが接続される。音声の場合、多くの国では電話回線用ソケットと 8P8C コネクタの変換が必要となる。アメリカ合衆国ではそのようなアダプタは不要で、 RJ-11 で使われる 6P6C プラグは 8P8C ソケットと物理的互換性があり配線も 8P8C と RJ-11 で互換性がある。イギリスでは6ピンの BT ソケットは 8P8C と物理的に非互換であるためアダプタが必須である。パッチパネルで各配線がどういう信号を連想しているのかを示すために 色付きのパッチケーブルを使うのが普通だが、校内配線の標準で、それが求められているわけではない。アメリカ合衆国では、t i a a 5 6 8 b が校内配線の標準となっている。ヨーロッパを中心として、世界的には ISO-IEC11801 が標準とされている。日本では i s o i e c 1千八百一に基づき、 ジス X5150 が規格として策定された。日本において通信用の校内配線は実際には以下のような構成で成り立っていることが多い。以下一般的なオフィスビルを例にとって解説する。電気通信事業者の提供する通信回線と接続する校内配線については多くの場合校内配線も含め電気通信事業者側が施行を行い。 契約者は電気通信事業者から校内配線をレンタルする。また NTT 東日本、NTT 西日本の電話回線では NTT が施行した屋内配線を契約者が買い取ることもできる。ただし屋内配線を買い取った場合、屋内配線に起因するトラブルの責任は契約者側に所在することになるため、修理等が必要な場合は自分で対応しなければならない。 ありがとうございます。